はい、じゃあよろしいでしょうか。私の方から1点申し上げます。今日衆議院で、子ども手当の特例に関する法案が委員会で採決され、本会議に緊急上程をされると、可決の上参議院へ送られるということが決められました。これは3党で、いわゆる本年度の予算を実質的に減額修正をして、公債特例を通すという大きな合意に基づく一環でありまして、今年度のこの子ども手当の特例を設けるとともに、不足で来年度は子どもに関する現金給付については児童手当法の改正、所要の改正を基本として措置するということが盛り込まれているわけでありまして、来年度の児童手当法の改正を政府の責任で行うということを、国会で政府にこれを義務付けるということになるわけでありまして、この合意、いわば立法府の意思が行政府に突きつけられたという意味は、これまた大きいと思います。今後民主党の代表選挙が行われてまいりますが、政権を担う民主党の代表がどなたになるにせよ、行政府としてこの法律の義務付けに基づいて実行するということが決められるわけでありまして、ぜひその線で3党の合意が着実に履行されていくということを進めてまいりたいと我々は思っております。私の方からは以上であります。はい、民主党の代表選挙でですね、小沢元代表の、はい、党員資格停止の処分の扱いが争点の一部になっています。小沢代表のこの党員資格停止処分を見直すかどうかがですね、一つこう、次期総理を決めるその代表選で議論になること自体について受け止めというのをお願いします。まあ、これは政治と金の問題の原因があるのは民主党の中のことでありますし、それに対応する処分も民主党がこれまで決めてきたことでありますから、民主党としてこれからどうするかを判断すればいいわけであって、野党あるいは国民は事実、基本的な事実に照らして別な立場で判断すればいいことだろうと思っております。党の代表でですね、はい、その総理大臣にそのなる可能性が極めて高い方を選ぶ際に、その一議員のですね、その処分の見直し云々が争点になっていること自体についてはいかがですか。そういう原因を作った民主党がそれを国民にどう説明していくかということだろうと思いますが、それについて、今後も国民は注目をするとは思います。しかし、党の代表がいずれ総理になるということを考えますと、やはり今後の政策をどうしていくかと、ここに議論の重点が置かれるべきだと思います。その点は国民の期待もあるのではないでしょうか。ぜひそこはマニフェストの見直しということも、これまで現執行部が言ってきたことでありますから、それは具体的にどうなっていくのかというようなことも含めて明らかにされていくことが望ましいと思っております。小沢さんの処分を仮に取り消すようなことがあったとしても、その3党の合意を政策的にクリアされれば、その協力姿勢というのに特に影響はないということですか。それは小沢さんの処分は民主党が議論の上、自分たちの結論を出せばいいことであって、我々は国民が今望むこと、これを抽出して3党合意にまとめてきたわけでありますから、決めたことは
誰が代表になるのであれ、民主党として実行する責任があると思いますし、また特に被災地の復旧復興についてはその3党を中心に合意を形成していくと、こういう土俵は大切にすべきだと思っておりますので、我々もその方向で基本的に臨んでまいります。昨夜ですね、民主党の前原前外務大臣が出馬の意向を固めたということなんですけれども、早くも自民党からはですね、その政治と金の問題で、半年近い前に辞めた人がですね、また出てくるということに対して、総理になった場合には直ちにその問題を再び追及するというような声も出てますけれども、公明党としてはどのような感じですか。まあ、そういうことも含めて、それは出る出ないご本人が判断すべきですし、また誰を選ぶか、これもいろいろ考えた上で民主党が選択されることでありますから、我々は今からどの候補がどうだこうだということを挙げつらうつもりはありません。代表関連で、前原さんのこれまで その政治と金についての説明は代表ご自身として十分もう成し遂げられていると、またその大臣を辞めたことによって一定の責任を果たされているとお考えなのか、それともう一点、その代表選にまあ出るということで今後新たに何かその説明などですね、それを求められるという何ですかね、求められることになるのか、その辺のご認識はいかがですか。それはまずご本人がどうその点を自覚されているかということがまず問われることだろうと思います。代表としては十分責任を果たされていると思いますか。まあ、我々はその本人の対応を見てまた考えたいと思います。代表選挙の話題で、その誰が出る出ないとかですね、その小沢氏の処分がどうとかっていうことが議論の中心で、その政策論争があまり活発でないような気もするんですけども、その辺はどう見てらっしゃいますでしょうか。先ほども申し上げましたが、やはり国民の期待はきちんと今国が、あるいは国民が直面する重要な課題について、どういう基本的な考え方を持つのかというところに関心があると思います。民主党の中の負の要素について重大な関心があるとは思われませんので、そこに争点が集中するというのは国民の期待するところでは必ずしもないと思います。民主党側はですね、26日に再生エネルギー法案など重要法案が全て成立するという前提で日程を組んでますけれども、自民党を中心にですね、別にその民主党の代表選挙に合わせて法案を挙げる必要はないという反発の声も出ていますが、公明党としては法案処理についてはどう思いますか。まあ、これまで、幹事長あるいは国対のレベルではやはり26日まで、主要な法案を成立させると、こういうことでのやり取りがなされてきた経過があると思います。それを民主党の執行部として自分たちの代表を選ぶ日程というものを決めたわけでありますが、我々は基本的にはこの政治空白を長引かせることは妥当ではないと。これが長引く、つまり国会の開会中に主犯の指名がなされなければ三次補正、復興へ向けての本格的な三次補正の編成が遅れるということを懸念しておりましたので、やはり大方の決められた日程、これは尊重して遂行していくのが望ましいと思っております。
手当の緊急状態というものもそういった国会の日程を考慮した上で緊急状態ということを合意されたんだとこう理解しておりますので、そういった国会の国体のあるいは議員運営委員会の関係者の努力、これを尊重したいと、そういう流れでいくべきだと思います。その他にございますか。はい、なければ終わります。